こんにちは、パラフです。今日はですね、こちら Y モバイルから発売された超激安の折りたたみスマートフォンを紹介したいと思います。リベロフリップっていう折りたたみスマホなんですけれども、なんとお値段が通常価格6万円ちょっと、そして MNP で他社からですね乗り換えるとなんと3万円ちょっとというね、破格の値段になってしまうというので話題となったこの折りたたみスマートフォン、実際にどういったものなのかっていうのを紹介していければなと思っております。それではまずは開封していく様子からご覧ください。こちらがリベロフリップ本体ですね。一旦本体を見る前に、あ、結構重たい。付属品もね、見ていきましょうか。なんかあの X 見ると Amazon で買うとこのケースプレゼントが付属されていませんよみたいなね投稿を見たんですけれども、全然そんなことなく普通に付属されていますね。その他の付属品としては、これがマニュアルと SIM ピン、初めて見たこの独特な形の SIM ピンということで、充電器とかケーブルはないんですけれども、ケースのおまけとマニュアルと SIM ピンが入っているって状態ですね。はい、ということでこちらがリベロフリップのホワイトですね。背面はこれわかりますかね、ちょっとこのザラザラした質感っていうかプラスチックな感じなんですけれども、このマットな感じで指紋がつきづらい雰囲気なのが結構好印象、若干ラメっぽい印象なので、ここは好き嫌い分かれるポイントかなと感じます。こちらがですね、大きな円形ディスプレイとなってます。実際の円形ディスプレイはこの内側のこの色が違うね、この部分だけなんですけれども、こんなデザインとなってますね。で、深度センサーのカメラと5000万画素対応のカメラがついています。そしてフラッシュライトですね。そしてこちらが画面になっているんですけれども、非常に綺麗な折り目があんまり目立たないディスプレイとなっていますね。うん、この反射でわかるように結構折り目見えないぐらいまっすぐな印象ですね。素晴らしい。側面はね、こんな感じ、 SIM スロットアンテナラインが結構複数本あって、カメラの出っ張りはこんな感じ、そこまで出っ張ってはないですね。サイドフレームはマットなシルバーで割と上質な印象を受けます。インカメラ部分はこんな感じ、ここがスピーカー兼マイクですかね。そして指紋センサー内蔵のサイドキー、そして音量のアップダウンキーとなっています。そしてフェリカ搭載なのも嬉しいポイントですね。タイプ C 端子とスピーカー穴、マイク穴がありますね。お、素晴らしい、ぴったり、隙間がありません。こんな感じでぴったりと収まるようなデザインとなっています。これもね、結構嬉しいポイントですね。折り込んだ際の背表紙には何にもロゴが入っていません。うん、結構いいんじゃないですかね。割とコンパクトだし、まあちょっと一回りでかいかなって印象で重いかなって感じはするんですけれども、これね、新品で一括購入で Amazon でね経由して買った場合3万円ちょっとなんですよ。その価格からは想像できないクオリティかなと思います。電源オン、お、リベロフリップの文字が表示されました。開けてみると、お、 ZTE、 メーカーがですね ZTE となってます。で、MyOS っていう、まあ、いわゆる Android のカスタム OS が入ってますね。初めて使います。そしたらね、じゃあセットアップしていきたいと思うので、ちょっとスキップさせていただきます。はい、ということで一通りセッティングしたんですけれども、120Hz に対応しているディスプレイなので、結構ね、このあたりがコストパフォーマンス良い動きをしていて、非常にこの X の表示も滑らかで快適に動作してくれます。なかなかね、好印象だなと思いますね。ちょっとね、しばらく使ってみたいなと思うんですけれども、まあ、割と安っぽさはそれなりに感じるんですけれども、品質は意外と値段から想像できないぐらいちゃんとしてるっていう印象です。ということでね、もうちょっとしばらく使ってみたいと思います。はい、ということでね、リベロフリップしばらく使ってみて分かったことを今からお話ししたいと思うんですけれども、値段を考えると質感はですね、まあ、悪くはない。です。で、総合的な評価も全然ありなんじゃないかなっていう結果です。まあ、ただですね、やっぱこのデザインに関しては、どうしてもチープさっていうのがあるんですよね。この円形ディスプレイも可愛いっちゃ可愛いんですけれども、やっぱどことなくチープな印象は否めないっていうかね。まあ、デザインに関しては好き嫌いがあったりね、人によって感覚が異なるんですけれども、まあ、僕はですね、もうちょっとかっこよかったらよかったなと思いますね。はい、そしてソフトウェア面ですね。これね、結構僕的にはいいなと思ったポイントがいっぱいあります。まずですね、基本的な動作は非常に滑らかです。まず 120Hz に対応したリフレッシュレートのディスプレイなので、ヌルヌル感っていうのは
結構ハイエンドクオリティかなと感じます。ただ当然スペックがですね高いわけじゃないので、スナドラの 7Gen1 なのでスクロールによって描画の処理が追いつかないことがあります。まあ今はね結構ぬるさくな印象ではあるんですけれども、結構裏側でアプリケーション立ち上げていたりとか、マルチタスクでね動かしているとどうしてもこのスクロールがもたついてしまう瞬間があったりとか、アプリを切り替えるときにちょっとワンテンポ遅れるとかっていうことがまああります実際。まあ、ただねこんな感じで滑らかに動いてくれる瞬間も、ね、やっぱあるわけですよね。あとこれに関してはちょっとこのディスプレイの品質なのかわかんないんですが、結構5タップが多いかもしれないです。なんかねこうスクロールしているんだけれども離した瞬間にこうタップされちゃうみたいな、なんかそういったことがねたまにあるんですよ。なのでその辺のストレスはねちょっと感じてしまいましたね。細かい挙動がちょっと怪しいなっていう感じなんですよね。ロック画面からホーム画面に行く瞬間のアニメーションとかは割と作り込みがしっかりしていて、なんか iPhone を触っているような感覚になるぐらいね気持ちいい動きがついています。で指紋センサーの認証精度も高くて早い、全く問題ないですこの辺は。うん、素晴らしい。あとはピュアアンドロイドみたいなピクセルのね OS っぽい動きだったり見た目だったりするので、ピュアなアンドロイド感っていうのも僕にとっては非常に嬉しいポイントでした。円形のサブディスプレイなんですけれども、結構発色が良くて綺麗なディスプレイだなって印象を受けました。今こんな感じでうちの猫をですね壁紙にしているんですけれども、なんかこんな感じで小窓から覗いて見てる感じがですね非常に可愛いですよね。こんな感じで好きな壁紙を設定することができます。でロックを解除すると動作させることができるんですけれども、まあ、こんな感じで様々なウィジェットがですね搭載されているんですけれども、このデフォルトに入っているウィジェット以外のものを付け足したりとかアプリを起動したりっていうことがまずこのディスプレイだとできないです。その辺がギャラクシーとかねモトローラのレーザー40ウルトラ、あの辺と比べると非常に使い勝手の悪いディスプレイとなっています。でカメラを起動するとこんな感じでカメラ起動されるわけなんですけれども、まああんまり使わないかなっていう感じですね。そして上から下にスワイプすると、まあ、通知センターが見れるようになります。まあおまけのような感じかなっていう印象ですね。まあ僕にとってあんまりこのサブディスプレイ使いどころがないなっていう正直なところなんですけれども、まあカメラが使えたりとかね天気が見れたりっていうところで言うと、まあ結構便利なのかなとは思います。ケースプレイで頼んだケースが届いたので装着してみました。こんな感じの可愛いクリアケースになっているんですけれども、通常価格だと4000円超えなのでそれなりに高価なケースとなっております。なので割とね質感はいい方なんじゃないかなと感じました。このリング部分も結構可愛いですし、ちゃんと高級感があります。ただこのケース質感はいいんですけれども結構ね装着が難しかったです。リングの部分がですねプレートになってるんですよね。それをケースと本体の隙間にプレートを挟み込むっていうタイプなんですね。でね、がっちりと固定されるので外す際も意外とね固めです。プレートっていうのはねこういうことですね。ちょっと動画だと分かりづらいかもしれないんですけれども、この透明なプレートをケースと本体の隙間に挟みながらクリアケースを装着すると。でこの時にここのくぼみがあるんですけれども、くぼみと内側のプレートのくぼみを合わせなきゃいけないんですよね。なのでこれがね慣れるまで結構難しくて、ちょっとね装着の難易度は高めかなと感じました。ケースをつけると可愛さが増します。でそれと同時にまあちょっとね何て言うんだろうな、所有欲みたいなのが満たされる感じがするので、なんかケースっていうのはやっぱ不思議なもんですよね。がっちりと守ってくれそうなのと、あとカメラの部分も本来はこのディスプレイがねポコッと浮き出ているんですけれども、ケースの方がやや高いって感じなので、こうやって置いたとしても画面が地面に触れることはなさそうな構造なのも嬉しいポイントかなと感じました。非常にクオリティの高いケースだなと思いました。はい、あとはカメラ性能に関してなんですけれども、高画素のカメラを搭載しているんですけれども、これね2個あるのは1個が深度センサーのカメラで1個が普通のカメラのレンズなんですね。なので超広角がついてるとか望遠がついてるとかそういったことではなくて、レンズ自体は1つとなっています。そして性能なんですけれども、まあ
あのね、意外と値段の割にはよく取れるなって感じなんですけれども、まあ正直あんまりやっぱ綺麗ってわけじゃないです。全然値段を考えた際に、うん、意外と綺麗に取れるなって感じなだけであって、それは当然ね、めちゃくちゃ綺麗に取れたらこんな値段で実現できないと思うので、ありえないと思うんですけれども、記録用としては使えるかなっていうレベルです。カメラの UI に関しては、これはですね、意外と何も問題なく使えそうで、デフォルトが 26mm っていう価格になっていて、50mm っていうのを押すと、まあデジタルズームなんですけれども、ズームが可能になるという状態。で、この辺の横スワイプで設定を切り替えることができますね。あと、ローサツイももちろんできます。色温度変えたり、ISO 変えたりとかですね。まあいろんなことがここで微調整できるロー撮影モードが搭載されています。そしてカメラモードっていうところからフルサイズっていうのを選ぶと、これがいわゆる5000万画素で撮影するモードとなっています。ただですね、リベロフリップのカメラの最大の弱点っていうのがシャッター音だなって僕は思っています。シャッター音が激ダサいんですよ。まあ聞いてみてください。いきますよ。これです、これ。このガラケーのような連写もそんなにできないですし、この音がね、やっぱ外で撮影した時に鳴るっていうのがめっちゃ恥ずかしいです。なんかよくありましたよね、こういうガラケーのシャッター音のようなもの。これだけがやっぱね、ネックかなというところです。当然マナーモードにしても音は鳴ってしまうので、非常に残念なポイントです。まあ、せめてものアップデートでシャッター音が変えられるようになるとか、シャッター音の変更がね、行われさえすれば、まあ、結構僕はなしではないかなと思いましたけど、なんかやっぱその辺が残念だなと感じたポイントです。一応作例に関してはね、簡単に紹介するんですけれども、まあ、こんな感じです。はい。特にですね、語るようなところはないんですけれども、まあ思ってたよりは綺麗に撮れるかなっていう感じですね。こんな感じだったり、あと植物のディテールこんな感じですね。あとはですね、外で明るい環境で撮影する際は、まあそれなりに綺麗には撮れます。ただどうしても暗いところで撮るとノイズが走ったりするので、まあその辺の性能はね、やっぱり妥協しなきゃいけないポイントではあるんですけれども、そこまでカメラ性能気にしないよって方であれば全然許容できるんじゃないかなと思います。ちょっと気になりポイントとしては、開くとですね、完全に開ききらないなっていうことがなんか多いです。これはまあ僕の力加減にもよるかもしれないんですけれども、結構ですね、パッてやった時に、あれみたいな、ちょっとまっすぐじゃないなっていうことがねあるんですよね。なのでここはグイッとちょっと押してあげることでまっすぐなるんですけれども、もしかしたらなんか力加減かもしれないし個体差かもしれないんですけれども、なんかねまっすぐ開かないことが多いっていう印象です。あとこうやって昔のガラケーのようにパカってやることができるんですけれども、そうするとヒンジの方から異音がするんですよね。これわかります？ちょっと勢いをつけて開くと、なんかね、嫌な音がします。この音がね、やっぱなんか安っぽさを感じてしまうというか、かなりもったいない部分なんですけれども、まあ当然コストを抑えて作っていると思いますので、まあこの辺はね、仕方ないのかな、妥協しなきゃいけないのかなっていうポイントですよね。はい。そしてヒンジの角度に関しては、フレックスモードに対応しているので、こんな感じで途中の角度でですね、止めることができます。このあたりはね、非常に素晴らしい構造でして、いわゆるギャラクシーとかと同じような仕組みですね。こんな感じになってます。はい。なので動画を視聴するときとか、こういった角度で見ることができるので、かなり使い勝手はいいなという印象ですね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。リベロフリップ、値段を考えると相当コスパはいい機種になっているなと思いました。まあもちろんね、値段を考えるとコストを抑えなきゃいけないところっていうのは多々あると思っていて、紹介したように質感がちょっとチープだったり、サブディスプレイ側でできることがちょっと少なかったり、ヒンジがちょっと脆いなって印象だったりっていうところは、まああるはあるんですけれども、値段を考えると、まあ全然ありなんじゃないかなっていう印象ですね、僕は。あとフェリカが搭載されてる点も非常に嬉しいですよね。
この価格で折りたたみが買えて、フェリカも使えて、まあ、精度もそこそこに高いと。まあそう考えると総合的にありなんじゃないかなっていう結論になります。折りたたみスマホ使ってみたいよって方、あとは機種変更しようと思ってるんだけど、安いのがいいなって思ってる方、カメラについてはそこまで性能を求めないよって方に関しては、リベロフリップ選択肢の一つとしていいんじゃないでしょうか。ぜひですね、気になった方は下記の概要欄をチェックしてみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですね、パラフのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パラフでした。バイバーイ。